ニガトを集めを体力の問題にして楽しむ対地義で楽々自己実現。確かこの辺りに生えてるはずなんだけど、ありがとうの花ってなかなかないな。友達やお客さんのありがとうを集めているとなんか疲れちゃいますよね。そこでありがとうという心を体の問題に置き換え、楽に楽しく暮らすご提案です。ありがとうその1。 Thank you part 1。 自らありがとうという力。1日1回ありがとうを発信し、種をまく。どんどん増やし、1日100回を目指す。やっぱり体力の問題です。ありがとうその2。 Thank you part 2。 例えば冷凍庫に何も入ってない場合、ブリバーランチありがとう。Thank you part 3。 ありがとうその3。今日のヒットソング機能のヒット、井上陽水、奥田民生、ありがとう。くれてどうもありがとう。プレゼントくれてどうもありがとう。楽しんでくれてどうもありがとう。手を振ってくれていつもありがとう。気遣ってくれて本当にありがとう。繋がってくれて毎度ありがとう。
ありがとうその3。みんなで一緒に歌う。大きい声で歌う練習。その時さっき作った言い換えを使う。一日一つずつ歌っていく。やっぱり体力の問題です。アリガトーパロディソングスタート。ダイエットさせてくれフリーザーありがとう。ありがとうは集めるより発信した方が楽。ありがとうの発信は見出しが多い方が楽。ありがとうの発信の引き出しは増えたら歌にした方が楽しい。動画を見てくれてどうもありがとう。